ッターミシ、マホ、チェゴでーす。はい、ということで、今日はマホちゃんの毎日メイク。見ての通り、メイクはもう完成しております。マホのこだわりがたくさん入った毎日メイクなので、よかったら最後まで見てください。レッツ、チェゴー。はい、ということで、マホはいつもパックしながらカラコンを入れます。最近変えてみたんだけど、ミキポンさんのミムコキャラメルスフレを使っています。おーちょっと、おーちょっと、あっ、やば、入った、入りました。今この動画撮っているのがもう新年明けたんですよ。2022年ですよ。みんなお正月はどうやって過ごしましたか？マホは友達と電話しながら12時になったらジャンプしました。まず下地はプリマビスタスキンプロテクトベース、下地崩れ防止トーンアップです。これはね、石原さとみさんがモデルをやってて、もうマホ本当にね大好きなの。だから私は石原さとみさんになりたいので、この下地を使ってます。うわ、出しすぎた。手で伸ばしていきます。ある程度手で伸ばしたらポンポンポンします。そしたら2個目の下地、ニスフリーのミネラルメイクアップベース N です。こんくらい、これも&B のスポンジでトントントンします。なんかもうさ、ニキビ跡が治んなくてさ、いい下地あったら教えてほしい。下地完成。そしたらザセムのコンシーラー 1.5 を気になるニキビ跡とかにつけていきます。気になるところ多すぎてこうなるんだよね、いつも。カバー力がすごいいいから、もうほぼコンシーラーだけで完成しちゃうんだけど。そしたらファンデーション、ニュートラルバニラエチュードダブルラスティングクッショングロウ、まあ、ほぼもう隠すとこないんですけど、まあ、ちょっとだけね。で、ファンデーション終わった。で、セザンヌのパウダーを筆でやります。こんなしかないんですけど、これをポチャポチャ取って、直接見たらそんなことないのに、めっちゃさ、なんかオレンジに見えるんだよね。フェイスパウダー終わりました。そしたら眉毛、リセリセアイブロウパウダー BR3 番、あ、そうだ、忘れてた。これで眉毛をこうやっていい感じの流れにして、なみなみしたら、はい、戻ってちっちゃい方の筆で取って描いていきます。ここからこういう感じで、ちょっと平行っぽいけどアーチっぽくしたいので、端っこをこういう感じで描いたら、今度はこの太い方のブラシで取って、もうここがね苦手なの、描きすぎちゃうよね。魔法、マホのお家の近く、すごい電車が近くにあるのね。まあ、駅近でめっちゃ嬉しいんだけど、うるさいの。とりあえずは、こんな感じで完成しました。眉マスは、キスミヘビーローテンション、カラーリングアイブロウ、10番ピンクアッシュ。マホたまに眉毛を脱色するんですよね。1ヶ月に1回くらい。最近めっちゃ生えてきちゃった。はい、こんな感じでピンクに塗りました。そしたらアイシャドウ。これはね、ファンの子に一回もらったんだけど、そっからすっごい気に入っちゃって、自分でもう一回買いました。クリオプロアイパレット07番ピーチグローブを使っていきます。ここの部分をアイホール全体に塗っていきます。めっちゃピンクじゃない？かわいい。はい、こんな感じで全部塗ったら、ここの濃い色と、ここの茶色の色をこうやって混ぜて塗って、端っこ側に塗っていきます。手でぼかしていく。端っこに広くやることで、デカめ効果じゃないけど、濃い色塗って締めていきます。やっぱある程度ね、ちょっとぼかさないと、濃すぎちゃうから。はい、で、こんな感じです。
そしたらゴールドポイルを全体にブワーって塗ります。こんな感じで全体に散りばめたら、ロマンドのベターアンサーパレットのこれを取って散りばめ大先生、散りばめ大先生します。わーかわいい。さあ次、涙袋を、このリンメルのこの結構白いやつでがっつり塗っていきます。うーんの顔しながら、もうトゥワイス並みにやってます。なめくじくらい描きます。このアイシャドウパレットに戻って、茶色の濃い2色をこんな感じの筆にとって、黒目のここら辺あたりからまっすぐに線を引いていきます。これが私の目だよくらい強調して入れていきます。で、さっきの色で二重幅の下をもう一回やってあげますと、お目目が大きくお見えになります。そしたら二重線と涙袋を描いていきます。ケイトのダブルラインエキスパート極細ブラウン、二重のこの線に沿ってこういう感じで目を細めて、結構がっつり描きます。そしたらここちょっとだけ目を拡大させます。ほらちょっと大きく見えない。そしたらジョリって描く、ジョリ、あー濃い濃い濃くなっちゃった。そういう時はね、ぼかせばいいんだよ。こんな感じです。シェーディングはペリペラのインク V シェーディング02カカオブラウンを使っていきます。私シェーディングの筆がなくて、この筆でやってるんですけど、こう取って、もうね、どれだけ小顔に見せられるか勝負じゃん、もうこういうのって。そう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 首もこういう感じで首ですみたいな。そしたら次、ノーズシャドウ、まず下の方をね、こうビヨビヨビビヨビヨビします。いかにも鼻が小さいですよみたいな。はい次、ここヨビド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 ビ。そしたらここにも横線描くといいって聞いたので描いてみました。やりすぎたなと思ったら、まあ、ファンデーションをポフポフやればいいんだよ。これもチュアからもらったホットビューラーです。これをつけて温めておきます。でね、マホが一番見せたいもの、ディオールのハイライトを自分で買いました。めっちゃ嬉しいの。白い部分とゴールドの部分を取って、マジでマホのメイクはハイライトとまつげ本当に大事なのね。しっかりとツヤンツヤンにさせていきます。まず鼻のここ先っちょ、わーすいません、ここら辺ですね、まっすぐ、かわいいかわいい、ここ、ここ、ちょっとここら辺、唇をフルンと見せるためにここにいっぱい塗る。で次、顎、眉毛のここの部分にちょん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 ってやると立体感が出るのかな。ちょっとだけこのピンクの部分を鼻にこうつける。今度この目頭のとこにもこういう感じで塗りました。キャンメイクのクイックラッシュカーラーロングマスカラを使います。まつげは鏡をこうやって下にしてこういう顔して下からこうやってやる感じかな。やっぱ下から見た方がちゃんとまつげが見えるから、絶対下からやるのがおすすめ。上まつげ終わりました。この温めてたホットビューラーで下まつげを下げていきます。で次はキスミーヒロイメイクアイクロマスカラアドバンストフィルム01番を使って、これ結構ね細いの、ちょっと曲がっちゃったんですけどで下
下まつげも完成しました。でアイラインはキスミヒロインメイクプライムリキッドアイライナーリッチキープ01番のブラックを使ってきます。なんかこういう感じで下げてあげるみたいな。ちょっと下げつつも最後上げるみたいな、こんな感じです。これは反対も。アイラインも終わりました。チークはすっごい底見えなんですけど、セザンヌのパールチークグロー P1 をこの筆で取って、なんか最近ここら辺にポテってやるのにハマってます。こんな感じ。そしたらラスト、リップはミルクタッチのジージリーオーリップティトゥインクルベア。ずっとさ口の色なかったからさ変だったでしょ。唇が分厚いからファンデーションでちょっと口をここら辺を消してって上とかで、最後にこういう風にリップ塗ったらいい感じになるんです。シャネルのルージュアリュールベルベット47。溶かして完成。髪の毛とお洋服着替えていきたいと思います。はい、ということで髪の毛も巻いてお洋服も着替えていきました。マホの毎日メイクはこんな感じでした。いかがだったでしょうか。これを見てる女の子たちは少しでもマホのメイクが参考になったら嬉しいです。これを見てる男の子たちは毎日こうやって女の子たちはメイクを頑張ってるので毎日可愛いって言ってください。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。マホのまつげが天才だなって思った人はコメントもお願いします。インスタとツイッターもやってるのでフォローしてください。以上、チェコでした。バイバイ。